皆さんこんこにちは日本語の EPG パッシャーラへようこそ私はデリー大学で日本語を教えているラーマ・ラクシミと申しますでは「源氏物語」のお話を続けましょうね今日はモジュール19で「実りの巻と「幻の巻き」からのお話です では始めます。じゃあ、栄光の人生に下された無常の金槌というタイトルですが、光源氏と藤原の道長のことです。原文に入りましょうね。登りにし、もいながらも、帰り身を、バレ、 秋果てぬ、常ならぬようにとありますが、その現代語訳を見てみましょうね。我が最愛の妻、紫の上よ、登っていった、遥か遠い空から、私、光る現地を帰り見てくだされ、この秋が果てるとともに、 私はこの無常の世に飽き果ててしまいましたよ。もうちょっと説明すると。煙となって昇っていった雲からも振り返ってほしい。私はこの無常の世にすっかり飽きてしまいました。という意味になります。では本文に参りましょう。紫の上の 葬儀は8月15日に行われます。一夜明けて朝日が華やかに秋の野原に差し込むのを見るにつけても、現氏の悲しみは増すばかりです。世の中の無情が今更ながら辛いのです。最愛の妻、 紫の上の早々を終えた光源氏は時間が止まってしまったように寝ても覚めても彼女を思い涙の乾く時がありません過去にも将来にも二つとない悲しい目に遭ってしまった幼い頃から幾度も私に 無情の世を思い知らせんとなされてきた仏様の恩心に強情に目を背けて過ごしてきたばかりにと思いますが強情にとは意地を張ってなかなか自分の考えを変えないでという意味です目を背くとは 何かを避けたり、見ないふりをしたりすることを指します。現氏は上に言ったように、そういうことを思って、人生を振り返って嘆きます。彼はこれまでも大切な人に先立る先立たれるたびに、仏道一筋に生きようと何度も 悩んだことがあったからです。はじめは、20代前半、精細と父を相次いで亡くし、歌方の人生、歌方とは水面に浮かぶ泡のことで長く続かないという意味です。もう一度読むと、歌方の人生、仏法しかないと 思いましたが、幼い子供や結婚して間もない紫の上が恋しく、たちまち決意は眠りました。つまり、決意が弱くなりました。30代になると、帝の貢献人、つまり保護人として、政界のトップに立ち、 すべてが思い通りの我が世の春を謳歌します。我が世の春とは、勢いのついた幸せの時間を指します。ところが、望みが叶うほど、諸行無常が知らされてくる。諸行無常とは仏教用語で、この世の現実存在は、 すべて姿も本質も常に流動変化するもの、つまり変わりつつあるものであり、一瞬といえども存在は同一性を保持することができないことを言う。憧れ続けたママ母、フジツボの死に接し、悲しみのあまり、 このまま出家をと考えましたが、子供たちの成長に未練が残り、またもあと一歩が踏み切れませんでした。40代には交際した女性たちが次々と出家し、現時にも私のご章はどうなる と焦りが出てきますつまりイライラします。正解を引退し子供も立派に成人したのにそれでも出家を決断できなかったのは紫の上と離れたくなかったからです。こうして大切な仏縁を流し 時間だけが過ぎ去って、襲ってきた最愛の人との死別。ついに金槌が下された、つまり判断された、決定された、と身に染みた源氏は、一途に出家を考えるようになりました。仏のお前に、人しげからず、 もてなして、のどやかに行いたもう。ここ、中略してありますな。今は、蜂酢の梅も、ことごとに紛るまじく後のようと、人道におぼし立つこと、たゆみなし。意味は現時は 仏のお前に人が多くならないよう配慮し、静かに言行をしている。極楽王女の願いが他のことで紛れるはずもなく、明るい構成をと一筋に仏道を求める思いに揺るぎはない。 仏のお前に女房をあまり多くなくお召しになって心静かにお勤めになる。今は極楽王女の願いが他のことに紛れないように来世をと一途に思い立ちになられる気持ち揺るぎもない。 このような光る源氏の姿は、平安時代中期の最高権力者、藤原の道長と重なります。道長といえば、権力欲の塊。つまり、権力欲の塊とは、personification of lust for power という意味ですが、もう一度読みますね。 道長といえば、権力欲の塊のイメージがありますが、実は若い頃から病弱で、ご章を不安に思い、仏道を求めたいと願っていたそうです。30歳で正解のトップに立ちますが、その後、 大病に患い、つまり重い病気にかかり、何度も出家の意を表していました。出家というかねてからの念願を遂げたいと思います。病気で命も長くありません。後の世が明るくなるよう、良い縁を求めたいのです。 出家のこと、年来の宿年、つまり英語で言う、longstanding desire により、得くべきなり。今、悩み、すでに気球存命すべからず。ただ、後世の前縁を結ぶなり。この時は、出家を思いとどまり、その後も、権力を 求め続けた道長は絶頂だった53歳の時この世は我が世とぞ思う持続のかけたることもなしと思えばと有名な歌を読みますこの歌をもう一度読みましょうこの世は我が世とぞ思う持続の 欠けたることもなしと思えばという歌です。意味は、この世は俺のもんじゃないだろうか。満月がどこも欠けたところがないように、すべてが思い通りになるとなりますが、しかし、誰よりも幸福の崩壊に怯え、つまり幸福が 不幸に変わってしまうことを恐れ、ご生を恐れていたのでしょう。翌年には出家し、極楽浄土がこの世に現れたと評される大慈宴北条寺を建立しています。つまり建設しています。管理を迎えた頃には、 つまり60歳になった頃には2年間で4人の子供に先立たれ持病も悪化し持病というのは長い間治療せず時々起こっている病気も悪くなることです持病も悪化し法上寺で病部を立てて人を近づけず 阿弥陀如来像の前にひざまずいてひたすら念仏をたたえるようになりました。これは英語でちょっと説明すると、He used to kneel in front of the statue of Buddha and keep chanting prayers となります。映画物語、平安時代の歴史物語ですが、それには62歳で 臨終を迎えた、つまり死を迎えた彼の様子がこう書き残されています。ずっと臨終念仏を続けている。阿弥陀仏のお姿以外は何も見たくない。仏法以外は何も聞きたくない。浄土往生を願う以外に、 思うことはない。目は阿弥陀仏陀のお姿を見て、耳は尊い念仏を聞いて、心では極楽浄土に生まれたいと願って、手には阿弥陀如来像のお手を通した五色の糸をしっかりと握っていた。 平成の一年に救うと誓われた目田の本願を知らず真っ暗な心のまま目田に極楽まで引っ張ってもらおうと最後はこんな儀式にすがるしかなかったのでしょうこの実りの巻が書かれた正確な年代は わかっていませんが、道長三十代の頃とも言われています。とすれば、まるで彼の晩年を予言したかのような内容です。次は光源氏最後の一年を描いた幻の巻に入ります。その前に、このモジュールに出てきた 言葉の説明をしておきましょう。北条寺とは無料住印とも言われた。現存はしていない。映画物語は、ノリナガの映画を中心に描いた平安時代の歴史書のことです。一年、最も短い時間です。では、この次は、雪の朝。 君に悲しい思いをさせてしまったというタイトルで幻の巻からです。では原文に入りましょうね。我が宿は花もてはやす、人もなし、何にか春の尋ねきつらんとありますが、その現代語訳は次のようです。私、つまり光源氏の ところには、もう、花を喜ぶ人、妻、紫の上、もいないのに、何のために、春が訪ねてきたのでしょう。これは、失意の光源氏が、新年の挨拶に訪ねてきた弟、小太宮に読んだ歌です。では、本文に入りましょうね。 52歳になった光源氏は、昨週亡くなった最愛の妻、紫の上との追憶の日々を過ごしています。追憶とは過去のことを思い出して忍ぶことです。そんな彼の最後の一年を、春夏秋冬の情景とともに 描いたののが幻の巻です六条院も新春を迎え春の町では例年のように勾配が咲き始めますしかし源氏の心はますます暗く沈むばかりでした春を愛した紫の上はもういないのです 現氏は体調不良を理由に、新年の挨拶に詰めかける人々と会おうとせず、還元の遊びも催しませんでした。ただ一人、弟の蛍の宮だけは実質に通し、わずかに心を慰めます。紫の上、亡き後、 この弟以外には心を通い合わせ花の美しさを共に楽しめる人はいなかったのです。現氏はもう他の妻や恋人のもとに通っていくこともありませんでした。一人寝の夜には様々な女性関係で紫の上を 苦しめたことが次々と思い出されます。まあ、随分雪が積もっていますわ。明け方、外を見て驚く女房の声が、現氏の寝床に聞こえてきました。彼の脳裏に、12年前の雪の朝の光景が強く蘇ります。 それは、女さんの宮を精細として迎え、3夜続けて彼女の部屋で過ごした翌朝のことでした。冷え切った体で戻ってきた源氏を紫の上は優しく迎えてくれましたが、懸命に隠す袖が涙でひどく濡れていた。三日、 3番、寂しさに耐え、現時以上に紫の上の心身は凍りついていたことでしょう。女さんの宮との結婚には事情があったにせよ、最も大切な人を苦しませたことに変わりはない。紫の上に、よろしをこいたいと、周囲を 見渡してももう彼女の姿はこの世にありません。罪とも悪とも思っていなかった数々の振る舞いがどれだけ彼女を傷つけ苦しめたか今になって恐ろしさが知らされるのです。かつてこんなことがありました。二十数年前 20代前半の現時がスキャンダルを起こして政界を追われ、妻まで近親生活を送っていたある日、暴風、つまり亡くなった父、キリツボインが夢に現れたのです。不遇の身に、天変地異とはナチュラルディザスターのことですが、 もう一度読みますね。不遇の身に天変地位が重なり、海に身投げしたいほど辛いと訴える源氏を父は優しく諭しました。とんでもないことだ。今お前が受けているのはまだほんの些細な罪の報いなのだ。私が天意にあった時、 失政とはミスガウンメントのことですな。失政はなかったけれども、自覚のないところで限りなく墨を作り続けていたために、今、その報いで苦言、つまり苦しみを受けているというのです。生前、つまり生きていたとき、失政もなく 人々に慕われたキリツボインがおのずからおかしありければつまり知らず知らずにおかし続けていた罪があったのでという罪とは何かいとく構に残る人徳つまり英語で言う benefits from ancestors virtue を長く 語り継がれるような人格者、いい人だったのに、なぜ死後に苦しみを受けているのか。若い頃は不可解だった、つまり理解できなかった父の言葉、今の現時にはわかるような気がします。彼らだけではなく、私たちが自覚している悪は、 実は氷山の一角、tip of the iceberg だと仏教では教えられます。知らずに犯している罪悪がいかほど多く恐ろしいものか仏教を聞き、法の光に照らされて初めて知らされるのです。現氏は何度も何度も 過去を帰り見ます。恵まれた環境にいながら、悲しみ嘆きの多いのは、諸行無常を知らせる仏様のお導きであったのか。なのに、その御心に背いてきた。結果、妻の死というかつてない悲劇に見舞われた。と、そう嘆きつつ、 仏道に打ち込んでいく姿には、かつての公職の名残はありませんでした。英語で説明すると、There was no trace of the earlier lustful nature. 浮世には、ゆききえなんと思いつつ、思いのほかに、なおぞほどふる、光かるのいったことですが、意味を見てみると、 この浮世から雪が消えてなくなるように私も消えてつまり出家してしまいたいと思いつつ心ならずもまだこの世で月日を過ごしている辛いこの世からは姿を消してしまいたいと思いながらも心外にもつまり残念にもまだ 月日を送っていることだとだなりますではここに出てきた用語を少し説明してみましょうね「虎太郎の宮は」は光源氏と最も仲の良いい母弟つまり母が違う弟です六条院とは何回も出てきますが光源氏の大邸宅 春夏秋冬の四つの町に愛する女性たちを住まわせている。春の町には亡き紫の上が暮らした。女房とは身分の高い人に仕える女性のことです。妻は今の現在の兵庫県の神戸市のことです。切りつぼ縁、名前に因のつく人物は過去に 定義にあったものです。雪の漢字の雪消えとも、行くの漢字の雪消えの2つの意味を込めている書き言葉です。降るも、雪が降ると、月日が減るの書き言葉です。では、これでモジュール19が終わります。どうもありがとうございました。